寒い。マリ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 ン、あかんわ。マリ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 ンジャス、どうもマリッツです。ということでこの挨拶も2回目と3回目2回目わかんないですけど慣れてきましたということで、今日の企画は、まあ今年といえばワールドカップがもうすぐありますよね。ありますよね。ということでネイマールが、え、ネイマールなんか引退の宣言、まあなんかデマやみたいな誤情報やと言われてると、うん、記事もあったんですけど、いや、まあちょっと僕はほんまやっていうことを信じて最後はネイマールの勇姿を見届けて若者2人にね預けたいと思います。ブラジル代表だから前半はネイマール使って後半そのね若者2選手使っていただきます。その若者2選手とはブラジルのニナの何、あの何次の世代のニナ2人、1人目リシャルロイソン。いやこの選手ははいエバートンで活躍しております。非常にドリブルが上手くてスピードもあって決定力がある選手です。もう1人目ヴィニシウスジュニオール。はい、もうなんかネイマールの面影を感じます。ということで今なんでベンチが見たかわからないんですが1500も乗ったんで言ってきましょう。話がごちゃごちゃです。いや最近あのなんか脳が錯覚するやつ、なんか目ずっと真ん中見てあの脳があれだ、なんか次の画面なんか外の景色見たらなんかすごいグワングワなってるよみたいな動画を見たんで、このくるくるちょっとやめてほしいですね。真ん中見とこう。2、3、4、5、6、7、8、9。でその画面見て何もならん。1735勝てるやつ いねえよな。 いるや。ここにいるよ。ということで、うまいよ、呼ぶよ、うまいよ、呼ぶよ。はい、ムバペイオル、クンデパウトレス。これをドリブルで崩したい。ね、いねえよな、ん？そんなマイキー、そんな圧かけてた。いねえよな、あ？おい、おらんやろ。はい、ダブルダッチからの、きたー、これですよね、やっぱり。うん。ワールドカップでも見れたらいいね。チャンピオンズリーグすごかったね、君。ほら、もういいよ。はい、どう？くるくるよ。あー、ネイマルの上越えていく。てかは。あーうんだけやマリッツイコールうんだけ。今12時深夜テンション、うん、はい、まあまあまあこれでさっきのあのポストのやつはチャラ。来た、これがネイマールの強さ。まだあるよ。ネイマールが作ってくれたチャンスを潰していく。お、マジでな、鳴らすね、マジ笛。あっ、ネイマール何もできずに。おだーい、どけよ、俺らの若者の力。お、来るから来るから、これは来ます。おらおら、もう動きが違うわ。おらおらおら、お相手さんなかなか運だけちゃいます。ちゃいますね。リシャルに抜け出している。さあ、はい、もう今回はあげきげよ。クロス、どっちかわして若者、若者リシャルリソン。
やっぱネイマールが怒っちゃう、ベンチ怒ったんだよ絶対。ああお前らちゃんとしていいよ。あの音楽会の時の合唱コンクールの時の女子みたいな、男子声出してお前歌ってもらわねえ、リーダー気質のやつが絶対言うやつ。もうさあ、分かった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 、もうなんか日本とブラジルを合体させたら化け物になるよみたいな、そういう理論でいこう。エトゥ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 、容赦なく潰しに来とる。もういい、もう怒ったもんね。香川真司うまっ。 OK、 取ってくれ、サンキュー。ないか、全く関係ない、リシャルリビニース全く関係ない。あー終わっちゃった、もしや行こうか。うん、いややめよう、普通に編集だる。まあビニシウスネイマールこの辺評価乗れたんで大丈夫でしょう。な、検証結果、ネイマールからの世代交代はできなかったので、ヒロアカはできませんでした。以上。